空いてる道の先に宝が埋まってるんです。見てる人に損はさせません、はい、ここで走ればあなたもほら各県となれるんですよ。なんでここまでずっと短パンだったんだろう。そこに古田今明がよく来てた、うん、どんぶりの中でベスト3に入ったんだ。これは勝又かっちゃんねる。勝又さん、おはようございます。おはようございます。新企画なんですけど、はい、勝又ストリートビューという企画でして。いいですね、はい、勝又さんが自らドライブしながら目に入ってくるものとか詳しく喋れるところを案内してもらうっていうのを、これを見た人がなんかその街に行きたいなって、はい、今日はどちらへ。栃木県の足利市に行きます。足利市。僕はあの静岡の御殿場なんですけど、もちろん御殿場の観光大使、はい、あの静岡の観光特使もやってるんですけど、足利市の観光大使、きらめき大使かな、それにも任命されてるんで。結構長い付き合いなんですか。あの僕 の, あの大学の友達がいたんで、はい、遊びに行ってたから、だからもう20代から足利に行ってて、もうじゃあ30年ぐらい、ね、30年ぐらいで、はい、そうで、なんか栃木県っていうとなんとなくこう地味な、そうじゃないんだよ、ちょっとこの栃木の足利は素敵なとこなんだよっていう。どんなあのスポットがあるんですかね。カップルが来てもいいところ、うん、あとやっぱりグルメですよね。あ、美味しいものは家族で行くときにグルメ、うん、それもなんだろう、その懐がこう痛まない、あ、ね、手頃なお値段、そう、お財布にも優しい、うんうん、そしてなんかその地方だから田舎飯じゃなくて、はい、ちゃんとなんか東京にも負けない美味しいものが揃ってる。であとおしゃれ度もねあるんですよ、これがまた、楽しみですね。そう、足利に行こうってあんまり東京の人普段思わないですもんね。何にもないと思ってるんですけど、だって日本で最初にできた小学校も足利にありますから。足利学校ですか。そうです、足利、出てます、ね、足利高氏が、うん、であの、あの名曲の舞台になった場所もあるとか、皆さんが知ってる、あ、あの場所はここだったんだっていう、はいはい、東京からね、うん、もう1時間半ぐらいで行くんですよ、空いてたら。今日じゃあそれぐらいで行けるんですか。近いんです、だから栃木県ってめっちゃ遠いと思われてるんですけど、なんか遠そうなイメージあります。本当はね、5時に出たいんですよね。朝ですか。はい、今日今7時もう7時40分なんか夕方ですから、ある意味。何時に起きてるんですか。今日4時に起きます。4時。僕はこの夜明け前に出て、この高速化してる時にこう夜が明けるっていうのがいいんですよね。ね、こう渋滞になっちゃうんです。まあ、そうですね、対向車はもう混んでますね。渋滞、世の中で一番嫌いなんで芸能界でもそうですけど、はい、渋滞に並んでるタレントってバカですから行動が遅い、みんなと同じ行動してるから渋滞に巻き込まれるんです、はいはいはい、だ人生の渋滞で巻き込まれないためには、人より早く行動するか人と違う道を選ぶかな。ああ、なるほど、同じ道に。そう、足利への道って空いてるんですよ。空いてますね。こういう空いてる道の先に宝が埋まってるんです。なるほどね。見てる人に損はさせません、はい。さんの誕生日の前の日が入籍だから忘れないね。あの保証人ものりたけさんとなるみさんだって、それが一番いいやみたいな。まあそうなんだよな、芋フライ屋のおばちゃんぐらいのところ。芋フライいいじゃないですか。佐野市から四角に入ってくところにあったの。じゃあそれはそれでいいね。手前からでいいんじゃないですか、うん、いわゆるフライドポテトとは違う。芋を串に刺してやって3、4個、それに衣つけてあげた、めっちゃうまいの。俺いろいろ食いに行ったけど、そこのおばちゃんが作るやつが一番うまい。でまたいいな、なんか朝腹減って昼飯ぐらいまでは食いたくないんだよなみたいな。おばちゃんいねえかな、元気なおばちゃん。久しぶりですか、コロナになってから。久しぶり、コロナ前行けてないし、あ、本当に半年以上来てないんだ。だって東京から出れなかったもんね。確かにそうですね。あ、もう近づいてきた。開いてねえか。9時半オープン、着いた。
看板を上げちゃってるもんね。店の名前はないんですか？芋フライっていう。まだね、営業前なんですよ。9時半。いねえか。ここが一番前のよ。いないね。だってさ、見て、こうあってさ、ここまで買うやつがいいんだよ、やっぱり。60本。だからお土産にはちょうどいいんですよ。熱々もうまいんだけど、湯湾まで行ってこうちょっとオーブントースターで温めて食べても美味しいっていう。サービスエリアのホットドッグもいいけど、この芋フライがいいんです。来た。あ、おはようございます。来たじゃん。いいじゃないですか。じゃあいただきます。ありがとうございます。うわ、うまっ。うん、うん、こんな自慢ですよ。名物で昔から50年以上の歴史があるんですよ。うまっ。よかった。ありがとうございます。うん、実は本人じゃなかったっていうね。馬に乗ってこうやってやってるやつも、でこっからやたらラーメン屋が増えてくからね、一気に。あ、そうなん。佐野に入った途端、ね、ラーメン屋の看板だらけになってるからね。佐野ラーメンも 2,3 軒あるんだけど、一番のおすすめがやっぱここかな今っていう。来た、着いた。俺が今佐野ラーメンで一番おすすめの店ね。例えば11時でしょ、11時開店で並ぶんだけど、10分15分前に来て、カキだから名前をね。で中も 3,40 人入れるから、回転が早いから、うん、20人ぐらい並んでてもすぐこう入れるから。でここのすごいのは麺がこう青だけの手打ちなんだけど、普通麺ってほとんど同じ太さでしょ、はいはいはい、それと 4,5 種類違う細さを入れてるから、すすった時にめっちゃ楽しいのよ。なるほど、うん、美味しいだけじゃなくてその楽しさも追求するっていう。でお土産のラーメンもあるんだけど、はい、もうそのお土産もレベルが高い。お店で食べるのと同じぐらい。いでいで芋フライ食べて陽介でラーメン食うっていうのもありだよね。でもこれここからもう足利に向かっちゃうから、はい。足利にね、はい、栗田美術館っていうのがあるんだね。そこにフレディ・マーキュリーがよく来てたの。ね、なんでなんですか？クイーンの、その好きなんだって美術が、日本の美術が好きで、足利の栗田美術館の壺とかそういうものをすごくフレディ・マーキュリーが来てて、写真もあんの。へえ。俺さ、そういうのさ、ゆっくり見れないからさ。ああ、せっかちですか、ね。走ってっちゃうから。走ってちゃう。あれ両毛線、あとだ、栗田美術館。あ、ありましたね。ここだよ、フレディ・マーキュリーが来たんだよ。うわ、すごい立派だね。すごい広っ。うわ、すごいね。スカの建物。なんかね、クイーンが売れてない時に日本に来た時に、うん、日本のファンがすごくあったかかったんだって、だからそれでなんかフレディ・マーキュリーが日本が好きになって、で日本に通ってるうちにそういう昔のそういう美術が好きになって、だからそういうの好きな人もいいよね。でこのね、右にあるモナカ屋さん、幸運堂さん。ああ、幸運堂。これを看板を書いたのが相田光雄さん、この字は相田光雄さんの字だから。そうなんですね。ここのモナカもうまいよ。これ相田光雄さんが書いたんですよ。まだ全然相田さんが売れてない時に。こっちの方でしたっけ？相田光雄さんはここ出身、足利出身ですから。そうなんですね。はい、それも好きで来てたのよ。なるほど。これ
これが織姫神社なの。はいはいはい。またちょっと見せたいものがあるのよ。そうか、そうだ、いいね。あ、これだ、ほら正面から見たら、あ、八雲神社だ、ほんとだ。渡良瀬橋、渡良瀬橋で、森高千里さんのね、あの歌詞に出てくる八雲神社お参りするとあなたのこと。ここ森高さん来たってことですかね。ここにはね多分来てないんですよ。来てないんです。あの歌は渡良瀬橋っていうところがあって、はいはい、コンサートツアーの合間でそこを通ったら、そこから見た夕日がすごい綺麗なのに感動して、あ、渡良瀬橋っていう歌を作りたいっつって、この町の足利を調べたらこの八雲神社とか、なるほど、そう、そういうのがあるんですよ。ただね、もう一つ素敵な神社ありますから。いや、すごいね。すぐ隣にある、ここなんです。これがまた素敵なのよ、織姫神社。昔こう繊維とか織物で栄えた町だから、はいはいはい、でその織物で栄えたから、その織姫様を神様にして、はい、本当はこれ上まで行けちゃうんですよ、はい、なぜ今回この下の駐車場に停めたかというと、はい、この後ちょっとあるんで、縁結びなんだね、やっぱね。あ、やっぱあるんだね、縦糸横糸が良き縁を。だからもしかしたら中島みゆきさんなんかも、ね、ここに来て作ったんじゃない、糸手の糸は森高さんの名曲、この糸は私ってほら、森高さんも渡良瀬橋で渡良瀬橋を作って、もしかしたらよ、中島みゆきさんはここに来てあの有名な糸を作って、でその糸を名曲で須田君が映画を撮ったという。本来はね、こっから行くんですよ、ただ最近のこの織姫神社の一押しとしたらこっち、こっち来てみてください。うん、でこれね、まさしくここに来たら縁結び坂、縁結び坂、縦の糸横の糸で縁が結ばれるっていうところで、うん、見てこれを作ったんですよ最近、七色の鳥居を。あ、それぞれ意味がある、意味があるんです。紫は経営とか、経営、仕事、学業、人生、知恵、健康、人、全ての縁をここを通っていくことで、見てほら今ここなんですよ、はい、七色の鳥を全てくぐったら全てにおいていいことがあるっていう。普通はねここまで行っちゃうの車で、はいはい、車でね、そうするとここ通ってないから、縁がないのよ、無縁、無縁っていうわけではないよ、はい、神様いるから。あ、ほら説明してくれてるじゃんね、おうおうおう、ここは紫だから、うん、良き経営との縁結び、だから今そう経済がね、うん、停滞してるから、なるほど、お願いします。あ、いいじゃん、うわうわ、いいね、ほら新しいもんね、まだね、綺麗ですね、うん、うわ俺これ、あ、俺奉納したかったな、ここに名前欲しかったな。あ、そっか、お金出した人なんね。え、ちょっと聞いてみよう、これ鳥居増やさないのかな、なんか自分の欲しい、健康とかさ、健康とかの鳥居に自分の名前欲しいよね。確かにいいですね、有名な人の名前とか、これでもう完全にね経営はうまくいくから、はい、これでもほら紫は OK だから、次、あ、緑じゃないんだよ、若草色、若草色なんですね、学業、じゃあ行こう行こう、学業だ、すごい、高校の同窓会とかで出資してるんですね。あ、そうなの、うん、ありました今。そうかそうか、みんな自分個人じゃなくてね、うん、みんなでお金出し合って、赤、あ、
人との縁結びだ。赤はそうか、赤が一番もう単純明快な。へえ、あ、若草と緑また違うんですね。違うんだね。知恵だ、知恵、ここだな。知恵、知恵、知恵欲しいわ。これを乗り切る知恵が。綺麗。わ、すごい綺麗だね。本当だ。だ、健康だな。あ、健康。健康、やっぱ黄色は健康なんだ。すごい綺麗だな、しかし。雲だ、雲。で、青ね。青は人生。良き人生。良き人生。朱色だ。あ、もうゴールが近い。良き仕事との縁結び。まあこれかな、芸能はな。そうですね。うん。ここ増やさないかな、鳥。増やすんじゃないですかね。鳥1、2、3、4、5、6。鳥ってみんな6本。1、2、3、4、5、6。みんな6本か。なんか良き仕事との誰かちょっと途中やめたってないのかな。いいなあ。あ、俺ってなんか読んでたらあっという間だもんね。ずっと上りの階段で見てこの景色。これよ。これこれ。すごいね。お参りしよう。せっかく来たから。手も洗おう。で、こういうのがああいうところに裏技のハートがあるんですよ。あ、ね、ね、横とかにも。こういうのに見つけるんですよ。こういうところの隠れミッキーですよ。隠れミッキーみたいなもんですよ。で、こっから本殿なんだけど、これが美しいからこう徐々にこう、ちょっとカメラワークで、うん、綺麗だからこう徐々にで、ドンってこう見せてあげてほしいんだよね。そう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 、まだ見なくて、ああ、見て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 ね。この種とさ、この緑と白っていうのが竜宮城みたいなんですよ。で、こうやってこうね、町の人をみんな守ってくれてるっていう。もう今ね、登ってきた縁が本当に結ばれるように。綺麗だよね。このなんか建物と塗り直したんですか。なんかね、ツヤがあるよね。この青空に映えるんだよね。よいしょ。いやー、いいね。いい縁がいっぱい来るといいね。鳥居の数を増やさないで7色、ね、100機ぐらいつける予定だったんですよ。あ、もっと。ところが下が石なんで危ないんですよ。でもせっかくですが 7機ずつこうやりたいですけどね。今6本じゃないですか。そうそうそう。炎はおいくらぐらいあの納めすればいいんですか。20万でやっております。意外とかかりますね。でこれ渡瀬橋ってそれですか。はい、そこです。あ、はい、ここじゃあ森高さんは渡って作ったんだ。はいはい、へえ。歌詞の中に入っててほしかったですね、はい、織姫神社ね。薬母神社入ったんですけどね。なんかね。いや、どうぞこちら。あ、こっちから入れるんですか。すげえな。どうぞ、ごめんください。あ、すごいすごい。今週、来週、ここで挙式があるんですよ。あ、そうなんですか。はい、ね、さっきの参道にですね、30メートルのあの
赤い絨毯を張って傘を差して新郎新婦が家族がこちらに入ってきまして、ここで、あ、いい、なんか神社でもいいですね、結婚式もね、今みんな教会であげてあがりますからね。へえ、最高の景色だね。しかしチャンネルを占っていただいて、あとこの、なんだこれ、このカッチャンネルとこれを見てる方の運勢をちょっとねやってみましょう。さあ、このカッチャンネルと皆さんの運勢を見てみましょう。末吉です。ただ内容を見てみましょうよ。願い事、他人に妨げられる恐れあり。なんだそれ。3回叩くの、上下の木を3回ずつか。そうだよね、本当に悪いことが訪れませんように、悪い人が近づいてきませんように、一生ワイドショーのご縁になりませんように。あ、音がすごいんだ。皆さんの分も厄除けしてきましたから。ありがとうございます。こんなことがあるんだね。ほら、これ織姫橋って、これが織姫橋なの。織姫橋だ。どっちだ、こっちか。あ、左だ。織姫橋を左に曲がると渡良瀬橋か。渡良瀬橋だ。あ、なんか古い橋なんだね。電車でも通りそうなね。電車でも通りそうな。これなんだね。シックというかさ。そう。鉄道の。これ渡良瀬橋なんだ。渡良瀬橋を。だから。橋じゃなかったんだね。こっから見た夕日でやっぱりイメージが湧いたんだろうね。多分この右側に夕日が落ちるから、それを見て感動したんだね。そう、こっから見る夕日なんですね。この橋じゃないもんね、あの歌はね。やっぱり。お、もう着く。ほら、出てね。名物ソースカツ10。鴨川。で、この通りで今年大ヒットした「今日から俺が」あるでしょ、はいはいはい、ここで追っかけっかったら、ちょっと引っ込んで引っ込んで、ここでここでロケしたの、この道で、足利で撮ったのあれ、うん、今日から俺はもう早く着いちゃった。大丈夫ですか。大丈夫です。ほらこのシーン、ほらこのシーン、だからほら、ここで走ればあなたもほら各県となれるんですよ。勝間さん、ここは何きっかけで、やっぱ足利に、ここはそう、足利の人に教えてもらって、うん、ソースカツ丼のうまい店があるっつって、うん、ソースカツ丼って名古屋、あ、長野か、長野とか、うん、はい、でもナンバーワン、ソースがすごくお出汁で取ってあったりとか、お出汁を混ぜたりとか、はは、醤油を混ぜたりとか、ソースじゃないんだよね、今日はじゃあそのソースカツ丼を食べるか。ソースカツ丼プラスそのトマトのフライもうまいんですよ。それをこうトッピングしてもらって、それも一緒に食べようかなっていう。やってしまったね。あ、そう。あ、全部？少なめな感じですけど、こちらの少なめ。はい、少なめ。はい。トマトか。トマト。ママ、じゃあトマトはさ、豚肉で挟んでるんだ、トマトを。はい、それなんでトマト。トンなんだ。はい、なるほど。すごい、じゃあ食べよう。はい、ありがとうございます。一味か七味お願いします。ソースカツ丼。あります。一味か七味。一味、はい。うまっ。もうなんかね、肉も柔らかいし、ソースもうまいし。七味があるんですけど、ごめんなさい。キャベツが敷いてあるのがいいね。うまい。最近できたトマトンだから、トマトンです。トマトンをこう豚肉で挟んでから揚げてるからトマトンです。いただきます。うわ、うまい。うわ、これいいね。これ
パンに挟んでも美味しいね、このトマトンね、はい、コッペパンとかね、バンズとかね。うわ、うまいわ。うん、日本中の丼の中でベスト3に入んね、確実に。これはこのトマトうまいわ。いいな、うまいね、トマトうまいな。米ってうまいな。ほんと米はうまいよ。うまっ。太るから米食わねえとかもやめてほしいね。のなんか愛用してるメーカーっていうかブランドってあるんですか？全然特にないですよ、うん、入った店でありゃ全食って買ったり、頭おかしいよね。1年短パンってそんなやついなかったもんね。俺もなんで短パンした理由はあるんだけどさ、なんでここまでずっと短パンだったんだろうって。そんななんか早ブームにしようと思ってなかったのがなんかざわざわされちゃって戻せなくなっちゃった。美味しかった。皆さんぜひチャンネル登録とできれば高評価お願いします。ツイッターも開設したのでそちらのフォローもお願いします。あとですね、この人の話が聞きたい、こんな話が聞きたいなどのコメントも待ってますよ。